フェザー安全カミソリ株式会社は、日本のカミソリ、買えバメーカー。カミソリ製品をはじめ、シェービングフォーム、リビオ製品、工業用刃物、医療用刃物を製造している。大阪府大阪市北区大淀南に本社を置く。フェザーブランドで知られるカミソリ及び、リビオ関連製品の製造販売を行う。ブランド及び会社名の、フェザーは、 羽で頬を撫でるような肌触りを求めて英語のフェザーに由来するものである。シェアおよびウェイトは業務用向けに強い。一般用カミソリも製造してはいるが国内シェアはシックやジレットが圧倒的に強いことからホテルなど宿泊滞在用の簡易カミソリなどに特化している。主に商品の大半を日本国内で生産しており日本製をアピールしている。 元々は刃物の生産地で知られる岐阜県関市で創業されたが、現在は大阪に本社を置いている。なお、兄弟企業でありかつ、ライバル企業である海印とは、同じ地での創業だが、海印は東京都千代田区に本社を置いている。なお、工場は岐阜県関市と同県美濃市の2カ所に所在する。上記の3モデルとも F システムが採用されているため、 それぞれの替え場と互換性がある。フェザー安全カミソリの工場がある。岐阜県関市に、日本で唯一のカミソリの博物館、カミソリ文化伝承館、フェザーミュージアムがある。江戸時代から昭和初期にかけてのカミソリや、フェザー創業時から現在にかけての広告、商品の展示を行っている。シェービングフォーム、ハイシェーブのスプレー缶に描かれている。 髭剃りをしている男性のイラストを流用し、ミソリは、フェザーというキャッチフレーズとホームページアドレスが添えられただけの新聞広告を朝日新聞などに載せている。2008年3月までの間、本社が所在する大阪市にある朝日放送制作の全国ネットによるテレビ番組をスポンサー提供していた。2006年3月21日放送、最終警告。 たけしの本当は、怖い家庭の医学特番をもって、長年の提供枠を交板。同年4月以降は、朝日放送の系列会社であるスカイエーで、放送の番組に、スポンサー提供している。最新 CM については、ホームページでも、動画で見ることができる。すべて過去。現在は、スポットワークで CM を流している。CM キャラクターではないが、 1977年に1月から放送開始したフェザー F2 のテレビ CM では内海賢治がナレーションを務めた。ありがとうございます。